あら、ガッテンマイヤーさんいらっしゃったの。うわ、びっくりした。セバスチャンおったんや。全然見えてなかった。妖怪のマークあるけど、どこに何がおるんやろうって思いよった。この部屋？ん？何？開かんの？鍵がかかってて開かないよ。どうしましょうね。困ってるの、見え見え。あ、コンタン。お前、誰にゃん？ん？さっき会ったでしょ？コンタンは超売れっ子の妖怪アイドル、コンタンだよ。今日は格付けチェックのためにこの屋敷に来たんだ。君たち、そこの扉開けたいんでしょう。開け方を知ってるだに？扉の開け方は、コンタンには見え見え。おお、どうするんです？屋敷のどこかに鍵が隠してあるんだって。どこにあるの？すぐ近くの大書庫にヒントがあるらしいよ。それで探してみたら？東館の大書庫でですね。行ってみましょう。大書庫、どこだ？あ、コンタンずっとそこに追ってくれるん。別に追ってくれるって追ってほしいわけじゃないけど。お、ここに何か。あ、あれか。キラ。え、なんかいっぱいあるやん。え、いっぱいあるやん、どういうこと？ヒントがあったよ。ヒントか。さすがケイタさん。ヒントにはなんて？鍵は一つだけの部屋にって書いてあるよ。一つだけの部屋にゃん？この屋敷、左右対称でどの部屋も二つありましたよね。ってことはキッチンやお風呂場じゃないってことだに。そういうこと。一つしかない部屋か。何があったかな？大広間はそれには含まれませんのかな？なんか、またしても不気味な妖怪が。で？紙切れがあったにゃん。ヒントゲットだにゃん。なんて書いてあるんでウィス？それじゃあ読むにゃんよ。鍵はこの部屋と同じ階にあるらしいにゃん。この部屋と同じ階ってことは2階やね。なるほど。鍵はこの2階にあるってことですね。ってことは中央にある部屋ってことか？お、次はテーブルの上。ヒント発見だに。やりますね。ヒントには何と書かれてるよ、イス？一つだけ明かりのない場所って書いてあるだに。明かりのない場所。電気のついてない部屋とか？そんな部屋なかった気がするけど。でもこの屋敷、壁掛けのライトとかいろんな場所に明かりがあるだに。部屋じゃなくても、一つくらい消えてるライトがあるかもしれないだに。なるほど。じゃあ明かりがついてないライトを探せばいいんやんね。この部屋ではないということかな。ライト。あら、ガッテンマイヤーさんいらっしゃったの。こんな場所にいらっしゃったのね。明かりのつい、ん？これ、これついてなくない？明かり、え、ついとんかな？ちょっとよくわからんねえけど。もう、ほら、つい、ん？ついてると言われればついているような気も。ああ、それ言ったらこれもついてないように見えるな。ってことは違うか。ふんふん、なるほど。で、この2階にある部屋。ついてますけど。この辺は？明かりはついてる。ついてるな。ん？ここ明かりついてない。ここだけ明かりが消えてる？あ、鍵があったよ。東館の寝室の鍵を手に入れた。寝室。これで2階の鍵がかかってた部屋に入れるってわけですね。早速行ってみるにゃ。東館の奥。おう。東館の奥の部屋、あっこか。あっこ寝室？でかくね。風がぶつかりよった。ありがとうね、コンタン。この屋敷に何かあるのも見え見えって感じだよね。頑張ってね、コンタンもいろいろ。東館の寝室の鍵を使った。よし、お、マック。いたいた。お前たち、無事だったか？遅くなっちまって悪かったな。
マックは罠にかからなかったの？まあな。なんか怪しいぞ。それにしてもどうやってここに？この部屋鍵がかかってましたけど。俺は外の木を登って窓から入ってきたんだ。ワイルドすぎるダニ、野生児やん。合流できたことだし、早くここから出ましょうよ。ダメだ、西の部屋に行く。あの子が。やめた方がいいよ。あっちには危ない奴がいるダニ。ここに来た目的は最初に言ったろ。エイリアンを追い払わねえと。そうですよ。宇宙人を見るまでは帰れません。エイリアンっていうか、業界のことだと思うにゃ。何かあったって俺に任せとけば大丈夫だ。行きましょう、ケイタさん。みんなで行けば大丈夫だよね。本当に行くんですか？嫌ならウィスパーは帰ればいいにゃ。行こうぜ、ケイタ、アイナ。元気だな。行きます、行きますって、置いてかないでください。あっちの部屋に行くのか、ついに。でもあの子さ、何回か外で会ったけど普通だったんだけどな。なんなの、実は妖怪なの？ねえ、あの姿を見たら怖いんだが。やばいやつじゃないよね。どの部屋に行けばよろしいの？一番奥かな、やっぱり。でもとりあえずこの屋敷のお嬢様ってことよね。こっちの部屋も鍵がかかってるみたい。困りましたね。お、なんだ？皆様、お困りですか？ユウ、この部屋の開け方知らないだにか？合点承知。もちろん存じておりますよ。ほんとにゃ？ここのお部屋はですね、お屋敷の中にいるある妖怪を倒せば、お部屋の鍵を落としますのよ。ある妖怪って？合点承知と言いたいところですが、そこまでは教えられませんの。ズコー、教えられないんかい。西館の大書庫の本棚にヒントがございますので、どうぞご自身でお探しになってくださいまし。あれ、西館の大書庫ならすぐ近くだな。なんで知ってるの？なんとなくそんな気がしたんだ。早く行こうぜ。なんかマックンの様子がおかしいような。ブツブツ言ってないで、アイナも行くだに。まあいっか。マックは確実にこの屋敷のことを知っているよね。どういうことだ？でもさ、マックもお坊ちゃまって呼ばれようよね。ここマックの家とかじゃないよね。ん？ここに何かが。お、発見！ヒントってこれかな？なんて書いてあるだに？何？その妖怪は頭が黄色い。黄色い頭。それだったらここにもいるにゃんよ。いいの、これはヘルメットだに。冗談にゃん。屋敷にいる黄色い頭の妖怪を探せばいいんやんね。黄色い頭。で、そいつはどこにいるの？それは教えてくれないの。歩き方がムカつくわ。ケイタくん、ヒントがありましたよ。ウィスパーでかしたにゃん。それでは読みますね。その妖怪は人間に近い姿だそうです。お、人型か。人間に近い姿？俺っちみたいな猫妖怪とは違うってことにゃね。人に近い姿の妖怪を探してみますか。さっきのじゃないよね。あと一つ、ここ。ヒントってこれか。見つかったの？おう、読むから聞いとけよ。その妖怪は地面の下にいるだとさ。地面の下？土に潜ってるってことですかね。なら地下通路じゃねえか。あそこなら地面の下だろ。あ、確かに。でも落とし穴の下が地下通路だったってよく知ってたね。わかった。実はマックも落ちたことあるんでしょ。今はそんなことより鍵を持ってる妖怪を探そうぜ。やっぱりおかしい。この家の仕掛けとかをいろいろと知っている。また地下通路に戻るんか。はい、来た、地下通路。あかね。黄色い頭の妖怪。ん？あっこになんか、一匹だけ。ん？なんか動かずにおる。こいつじゃね？あ、
これやん。無茶ぶりっ子？まあ確かに人型。無茶ぶりっ子たちが現れた。鍵が手に入りましたね。これでさっきの部屋に入れるな。ってことはあのヤバい女の子もいるってことにゃんね。そうだね。さあ早く行きましょう。エイリアの真実を確かめに。やっぱりこのまま帰ったりとか。冗談でウィス。さあ早く西館の2階に行きましょう。ゴーゴー。西館2階の奥の部屋に行こう。ちょっと君邪魔だよ。よし、すり抜けられた。あの子がおる部屋ってこと？じゃあさ、別に鍵とか見つけんでもノックすれば開けてくれるんじゃない？物音がしたけんってさ、開けようとしよったんやけん、あそこの扉。おーし、自己嫌悪。勝利。カリフォルニアロール。カリフォルニアロールって美味しいんかな？ね、食べたことないけどさ。気になるよね、何気に。なんでカリフォルニアつくんやろ。よし。ヘイゼルタイン邸、2階廊下。さあ、突入だ。ありがとうね、ガッテンマイヤーさん。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。